イスピーク、カメラ担いで傍聴寺巡り。6月、花の亀甲公園、アジサイと花勝負のある風景。錦川にかかる錦帯橋を渡り、亀甲公園へと向かいます。亀甲公園は江戸時代は吉川氏の館や武家屋敷が並んだエリアであるが、関ヶ原以前は今の公園エリアの大半が大内氏の建立した養光寺の境内だったようです。お堀にかかる石橋を渡ると亀甲神社へ至る。梅雨時にはアジサイが美しい参道である。金雲閣は亀甲神社の絵馬堂として明治になり櫓を模して建立されたものである。あちらの紫陽花もとっても綺麗ですよ。では亀甲神社へ参拝に行こう。この亀甲神社の場所はかつての吉川市居館跡であった御土居の跡なんですよね。元禄11年以降は領内支配の中心、御立と呼ばれた陣屋の跡である。もともと亀甲神社の前身のいくつかのお社は白山姫神社境内に祀られていたものでした。これらを明治以後に合祀して亀甲神社として奉祭したものである。亀甲神社の御社殿は享保13年の建立で国の重要文化財に指定されている。なかなか素晴らしい重厚な社殿ですね。では参拝します。社殿の右側の方へ行ってみよう。噴水の池や紫陽花、花勝負園があるんだよ。こちらからアジサイやこの孫子に御社殿がよく見えますね。大変美しい神社建築ですね。
池の周りのアジサイもとても綺麗ですね。あれが城山花菖蒲園ですね。今日は城山花菖蒲園は人が少なくてじっくり拝見できますね。錦帯橋周辺は桜の時期も良いですが、梅雨時6月のアジサイや花菖蒲の頃もおすすめですね。いろんな花菖蒲の品種があるんですね。色合いの変化が面白いですね。こちらは内堀跡にある亀甲花菖蒲園です。こちらの菖蒲園の方はなかなか広いですね。そうだな、見事な菖蒲園だね。城山と亀甲花菖蒲園の2カ所で140種11万本もの花菖蒲を見ることができる。なかなか規模の大きなものですよ。菖蒲園にはね、観賞路が設けてあり、こうして回遊して見ることができるんだよ。アスミリリセとフリモメンがお送りしました。